はい、みなさんこんにちは、ワダリクビーチです。では今回はパーソバイアンフォーカイザーライフ日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。カイザーライフは第一次大戦でドイツが勝ったという仮想のシナリオのもとにいいプレイが進むものになっています。今回は日本軍をプレイしているんですけども、現在までのところですね、史実に近い形で、事実上の日中戦争が起きているというところで、ご覧のように今大陸で陸軍が奮闘中というところになります。前回は海南島、こちらですね、この海南島に海兵隊を上陸させて、南から一気に攻め上るという形でいくつかの独立政府、これを打倒することに成功しています。現在残っているのは、大きいところで言えば新政府なんかも残っていますので、今回はこの辺りと激戦を繰り広げながらですね、なんとか勝利へと邁進していければいいかなというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。部隊を南部戦線に投入したことによってですね、北部戦線が法天政府に任せていたんですが、これが大苦戦中というところで北京まで新政府が迫っているという状況です。ですので、この北京にですね、航空隊を大増強を行っています。戦闘機はもちろん近接航空支援機、これは陸上部隊の支援ですね、これを行うような部隊を大増強を図っていますので、巻き返しを図っていきたいというところですね。で、北京陥落の危機やってきてしまったというところもあってですね、ここには機動部隊を寄せてきて、機動部隊の航空戦力で支援を行わせる形にしました。なんとか北京防衛できそうですね。北京が落ちてしまうとまた一気に戦局悪化してしまうかなというところだったので、まずは一安心かなと思っています。ただ残念ながら軍需工場の数が不足気味になっていて、戦闘を支えるだけの装備品の供給が十分にできていない状況なので、建設の方はずらっと軍需工場を並べています。これでも間に合わないと思いますので、どっかからレンドリース、つまり備品装備、これの供給を受けられるようにこの後交渉を開始していきます。はい、大激戦を繰り広げていた新政府、これを打倒することができました。これむちゃくちゃ大きくてですね、何が大きいかというと、旧モンゴルの部分ですね、ここが我々大日本帝国の領土になりました。資源的には美味しいことは一切ないんですけども、これによってですね、悪化していた北部戦線を一時的にあまり気にしなくて済むようになるというのが大きくてですね、一旦南部戦線に集中してこの後四川軍閥の撃破を狙っていきたいと思います。このまま四川軍閥も倒していきましょう。はい、続いて三省軍閥ですね、ここに今迫ってきている状態です。三省軍閥も撃破してしまいましょう。そうすると残っているのが四川軍閥と、この今撃破しようとしている三省軍閥ぐらいになってきますので、よりこの日中戦争の終結が見えてくるかなという期待感が出てきますよね。はい、ここに来て国家ツリーですね、少しご紹介しておきたいと思います。国家安全保障法の議論、これを終えてですね、今民主主義に行くのか、それとも軍閥主義、天皇主義に行くのかというところなんですけども、民主主義を守れ、画面の左側ですね、こちらのツリーに入っていきました。で、この後は選挙制度改革を行って、ずっとですね、一貫して民主主義路線を貫いていきたいと思います。その後ずっと下の方へ向かっていって、最終的には併合系を進めていければいいかなというふうに思っています。ハワイまで取れれば御の字ですよね。満州鉄道と調査部事件が起きています。このあたりはしっかりイベントとして反映されている形ですね。作り込みの高さというか、もともとオリジナルのものとの、しっかりとした接続性っていうものが見て取れますよね。
ラシード首長国の崩壊というニュースも入ってきています。まあ、クーデター関係のようです。続いて、四川軍閥降伏させています。これも大きいですね。まあ、一気にまた戦線を上に上げることができています。今度は三星軍閥ですね。これを標的として攻撃を行っていきましょう。はい。三星軍閥も降伏させました。残っているのは、どうだろう、もうバー軍閥だけですね。あとチベットか。チベットも残ってますが、まあ残り二つと。いうところまで来てます。チベットがちょっと大きいですね。なので、まあ、チベットは少し手こずるかなという予想ありますけどね。あと実はモンゴルで新政府がガンと進出してきてまして、残念ながら、モンゴルに部隊を駐屯させることが、まあ、事実上できなかったので、新政府がモンゴルで台頭を再びしているというところです。まあ、これは撃破をしていければいいかなと思いますので、まずはバー軍閥ですね。はい。オーストリアですね。これが第二次世界大戦に介入ということで、ドイツ側。これで参戦をしてきています。では、今回は、まあ、戦争ばっかりというところになってしまいましたけども、ほぼほぼ日中戦争の、まあ、趨勢、決することができたかなと思っています。残っているのがバー軍閥と、あとチベット、それに盛り返しつつある新政府というところなんですけども、まあ、これらを、打倒していくというのを引き続きやっていきたいと思います。が、今回はね、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。